ちゃん、どうしたの？はしゃいじゃって。あ、母さん、見て見て、自分で目標にした金額貯められたの。まあ、さすがシャリーちゃんね。昔からやればできる子だったもの。やめてよ。そんなシャリーちゃんにお母さんからご褒美があるのよ。本当？なになに？これよこれ、新しいお仕事。え、仕事？黄昏の海の奥深くに沈んだ遺品を探してほしいんですって。潜って見つけてくるだけなのに報酬はすごいの。あの砂の中に飛び込んで生きてられるわけないじゃん。大丈夫よ、シャリーちゃんは私の娘なんだから。母さんの娘はサンドドラゴンか何かなの？もう、私用事あるから行ってくるね。夕ご飯には帰ってくるのよ。もう母さんってば。やっぱり現実的な目標は大事なんだよね。この調子でどんどんお金を貯めるからね。我ながらよくやったな。まさか本当にコンテナをいっぱいにできるとは思わなかったよ。やっぱり人間、努力が大事だよね。うん。でも、ここにある素材だって使っていったらいつかはなくなっちゃうんだよね。ひょっとして空っぽになっちゃう日も近いのかも。うわー、そんなの絶対嫌だよ。こうなったらいくら使ってもなくならないくらいまで溜め込んでおくしかない。よし、まだまだどんどん集めちゃうぞ。おー